かわいい。気に入った？愛嬌があるわね。しばらく置いとくわ。絵の具がまだ乾いてないから。こうしとけばいいわ。あら、こっくりさんね、これ。見つけたのよ。どこで？戸棚。これで遊んでんの？ええ。やれる？やってあげる。待って、相手がいるでしょ。いいの、いつも一人でやってるもん。そう、今日は二人でね。ママにはやらせてくれないの？私じゃないわ、キャプテンハウディがダメって。キャプテン誰？キャプテンハウディ。それ誰なの？私がこれで尋ねたら返事をしてくれる人よ。ああ、キャプテンハウディがね、なるほど。いい人よ。そう、そりゃよかったわ。じゃあやるね。うん、どうぞ。キャプテンハウディ、うちのママは美人ですか？キャプテンハウディ、どうしたの？綺麗だとかなんとか言ってよ。寝てるんじゃないの、キャプテンは？そうかしら。ああ、かわいい。気に入った？愛嬌があるわね。しばらく置いとくわ。絵の具がまだ乾いてないから。こうしとけばいいわ。あら、こっくりさんね、これ。見つけたのよ。どこで？戸棚。ふん。これで遊んでるの？ええ。やれる？やってあげる。待って、相手がいるでしょ。いいの、いつも一人でやってるもん。そう、今日は二人でね。ママにはやらせてくれないのね。私じゃないわ、キャプテンハウディがダメって。キャプテン誰？キャプテンハウディ。それ誰なの？私がこれで尋ねたら返事をしてくれる人よ。ああ、キャプテンハウディがね、なるほど。いい人よ。そりゃよかった。じゃあやってみるね。どうぞ。キャプテンハウディ、うちのママは美人ですか？キャプテンハウディ、どうしたの？綺麗だとかなんとか言ってちょうだいよ。寝てるんじゃないの、キャプテン。そうかしら。あなたが作ったの？気に入った？まあ、面白い人形ね。まだ絵の具が乾いてないから置いときましょう。この辺でいいわね。こうしておけば乾くわ。ねえ、これどうしたの？見つけた。どこで？クローゼット。あ、やったことある？うん。できるの？やってあげる。二人じゃなきゃできないでしょ。大丈夫よ、いつも一人でやってる。そう、でも二人でやりましょう。ママと一緒にやるのがそんなに嫌？私がやったんじゃない、ハウディ船長が嫌だって。何船長？ハウディ船長。ハウディ船長って誰？私が質問するとハウディ船長が答えてくれるの。ああ、そういうこと。ハウディ船長ね。いい人なんだ。分かったわ。ええ、そうでしょうね。それじゃ始めるわね。いいわよ。ハウディ船長、ママは美人だと思う？ハウディ船長、ハウディ船長、答えられないってこと？多分寝てるんじゃないの？そうかな。お誕生日は何したい？今年は日曜日だから都合もいいわ、仕事もないさ。どうする？わかんない。じゃあどんなことしたい？何かあるでしょう。なんかないかな、なんかやること。ああ、そういえばまだワシントン見物ゆっくりしてなかったわね、忙しかったから。どう、一緒に見て回る？いろんなとこ。うん、一日ゆっくり。ええ、いいわ。じゃあ決まり。それから明日の晩はね、映画に連れてってあげるわ。ああ、嬉しい。そう、よかった。明日が楽しみだわ。監督のバークさんも呼んでいいわよ。バークさん？ええ、私は平気よ。あ、
ああ、それはいいんだけど、なんでまたあの人をあなたの誕生日に呼ばなきゃならないの？好きなんでしょ？ええ、そりゃ好きよ。あなただ。何よ、どういう意味なの？え、結婚したいんじゃないの？冗談じゃないわよ。どうして？バークと結婚だなんてよ、知ってよ。もうバカバカしい。どっからそんなこと考え出したの？だって好きなんでしょ？いくら好きって言ったって一緒になるとかそんな気は全然よ。パパみたいに好きじゃないわけね。あなたのパパは愛してるわ。たとえ別れても愛してるわ。わかる？そりゃバークはしょっちゅう家へ来るけど、あれは寂しいから、それだけのことよ。私が聞いたのはそうじゃなかったけど。聞いたって何聞いたの？なんでもない、思いついただけ。さあ言いなさいよ、誰かの入れ知恵じゃないの？バレたか。バークはただのお友達よ。いい？本当よ。わかった。おやすみなさい。お誕生日は何したい？今年は日曜日だから都合もいいわ。撮影もないしさ。わかんない。でどんなことしたい？なんかあるでしょう。そう、何かないかな、何かやること。あ、そういえばまだワシントン見物をゆっくりしてなかったわね、忙しかったから。どう、一緒に見て回る？いろんなところ。一日ゆっくり。じゃあ決まり。それから明日の晩はね、映画に連れてってあげる。いい？嬉しい。そう、よかった。明日が楽しみね。監督のバークさんも呼んでいいわよ。バークを？私は平気。そりゃいいんだけど、なんでまたあの人あなたのお誕生日に呼ばなきゃならないの？好きなんでしょ。そりゃ好きよ。でも何よ、どういう意味なの？結婚したいんじゃないの？冗談じゃないわよ。どうして？バークと結婚だなんて、よしてよ、バカバカしい。どっからそんなこと考え出したの？だって好きなんでしょ。いくら好きって言ったって一緒になるとかそんな気は全然。パパみたいに好きじゃないわけね。あなたのパパは愛してるわ。たとえ別れても愛してるのよ。わかる？そりゃマークはしょっちゅう家へ来るけど、あれは寂しいから、それだけのことよ。私が聞いたのはそうじゃなかったけど。聞いたって何を聞いたの？なんでもない、思いついただけ。何よ、誰かの入れ知恵じゃないの？バレたか。バークはただのお友達。いい？本当よ。わかった？わかった。じゃあおやすみなさい。あなたの誕生日どうする？今年は日曜だからいいわよ。ママの仕事もお休みだし。どうしようか。わからない。したいことないの？なんかあるでしょ。そうだな、ちょっと待って。どうしよう。そうだ、アイリントンハウスとかワシントンでまだ見てないところたくさん残ってるけど、そういうとこ一緒に見学に行かない？いい天気ならね。そうする。いいでしょ。それから明日の晩は映画に行きましょう。いい？ママ大好き。ママもあなたが好きよ。きっと楽しいわよ。デニングズさんも一緒に来ればいいのに。デニングズさん？そう、来てもいいよ。ずいぶん優しいわね。でもあなたの誕生日にどうしてバークを呼ぶの？好きなんでしょ。ええ、あなただって好きでしょ。ねえ、何？どういうこと？あの人と結婚するんでしょ。まったく、この子ったら。バークと結婚するなんてばっか言わないで。するわけないじゃない。どうしてそんなこと思いついたの？だけど好きなんでしょ。もちろん好きよ。ピザだって好きだけど結婚はしないでしょ。じゃあパパみたいには好きじゃないの？ママはパパのこと愛してるの。これからだってずっと愛してる。いい？バークがしょっちゅうここに来るのはね、きっと寂しいからよ。他には何もないわ。私が聞いたのは違うけどね。あら、そう。どんな話を聞いたの？何だったかな。まあずるいわね。じゃあきっとあなたの勘違いよ。どうしてなの？バークはただの友達だから。いい？本当よ。分かった。それじゃもう眠りなさい。タラス神父、どなたでしょう？お初にお目にかかりますが、一目で分かりましたよ。
あなたはボクサータイプだ。キンダーマン刑事です。殺人者です。刑事さんが何でまた。いや本当にボクサータイプですな。ジョン・ガーフィールドだ。ボディアンソウルの。そう、ジョン・ガーフィールドそっくりだ。よく言われるでしょう。あなたはポール・ニューマンに似てるって言われません？しょっちゅう。ここで映画を撮ってた監督はご存知でしょ？バーク・デニングスっての。知ってます。そうですか。じゃあ先週死んだこともご存知ですな。新聞で読みましたから。じゃああの方面は詳しいですかな。魔術の方。それも魔術を使う方の知識ですが。一度本を書きました。そうですか。精神医学の面から。本当は読んでるんです。神父さん、例の教会の暴動行為ですが、魔術と何か関係ありませんか？黒ミサの儀式と関係あるかもしれませんね。それから監督のバークの死に様もご存知？転落でしょ。本当のことを言いましょう。でもね、神父さん、いいですか？極秘ですよ。バーク監督の死体はクリスさんの家の前で発見されたんですがね、その首は180度回転してたんですよ。顔が背中に来てた。落ちてそうなったんでしょう。かもしれん。かもしれんが。ありえない。そうです。だから他殺かもしれない。それも魔術絡みの殺しで、一方では黒美佐の儀式風の教会暴動というわけで。じゃあ同一犯人の犯行と見てるんですか？例えば変質者の類とか、あるいは教会に恨みを持つ人間の仕業とも思いますがね。異常な神父とか。こういう話はしにくいでしょうけど、お願いします。嫌でしょうがね。でもこの管区ではあなた精神科医として神父のカウンセラーをやってるでしょ。だから精神に異常をきたしてるものは分かるはずだ。そういう症状の者はいませんね。ああ、医者の倫理で知ってても言えないんですな。言わんでしょうね。まあ大したことじゃありませんが、カリフォルニアじゃねえ、ある医者がぶち込まれたんですよ。何でも患者のことを警察に言わなかったためだそうですが。脅しですか？いえ、話のついでに言ったまでですよ。じゃあ私もついでに言いますがね、神父は告白の秘密は守って当然なんです。カラス神父。どなたでしょう？お初にお目にかかりますが、一目で分かりましたよ。あなたボクサータイプだ。キンダーマン刑事です。殺人家です。刑事さんが何です？いや、本当にボクサータイプですな。ジョン・ガーフィールドだ。ボディアンソウルの。そう、ジョン・ガーフィールドそっくりだ。よく言われるでしょう。あなたポール・ニューマンに似てるって言われませんか？しょっちゅう。ここで映画を撮ってた監督はご存知でしょう？バーク・デニングスっての。知ってます。そうですか。じゃあ先週死んだこともご存知ですな。新聞で読みましたから。じゃああの方面は詳しいですかな。魔術の方。それも魔術を使う方の知識ですが。一度本を書きました。そうですか。精神医学の面から。実は読んだんです。神父さん、例のマリア像への冒涜行為ですが、魔術と何か関係が？黒ミサの儀式と関係あるかもしれませんね。それから監督のバークの死に様もご存知？転落でしょう。本当のこと言いましょう。でもね、神父さん、いいですか？極秘ですよ。
バーク・デニングスの死体は M ストリートの一段下で発見されたんですがね、その首は180度回転してたんですよ。顔が背中に来てた。落ちてそうなったんでしょう。かもしれん。かもしれんが。ありそうもない。そうです。だから他殺かもしれない。それも魔術絡みの殺しで、一方では黒美沙の儀式風の教会冒涜というわけで。じゃあ同一犯人の犯行と見てるんですか。そう、変質者の類であるとか、教会に恨みを持つ人間の仕業とも思えますがね。異常な神父とか。こういう話しにくいでしょうけど、お願いします。嫌でしょうがね。でもこの管区ではあなた精神科医として神父のカウンセラーをやってるでしょ。だからそういう症状のものがいればわかるはずだ。そういう症状のものはいませんね。はあ、医者の倫理で知ってても言えないんですな。ええ、言わんでしょうね。まあ大したことじゃありませんが、カリフォルニアじゃね、精神科医が逮捕されたんです。何でも患者のことを警察に言わなかったためだそうですが。脅しですか。いや、話のついでに言ったまでです。じゃあ私もついでに言いますがね、神父には告白の秘密は守る義務があるんです。カラス神父、知り合いかな。違いますが、見ればすぐ分かると言われた。ボクサーみたいな人だと。殺人家のキンダーマン警部補です。何の用ですか。確かにあなたはボクサーのようだ。あ、ジョン・ガーフィールドだ。ボディ&ソウルのジョン・ガーフィールドに似てると言われることはありませんか。あなたはポール・ニューマンに似てると言われます。しょっちゅうです。ここで撮影してた映画監督を知ってますか。バーク・デニングズです。見かけました。なるほどね。先週彼が死んだことも知ってますか。新聞で見ましたけど。神父さん、こんなことご存知ですか。魔女について。魔女狩りじゃなく魔術そのものについてです。以前論文を書きました。そうですか。心理学的にです。知ってます。読みました。ちょっと前の教会に対する冒涜ですが、魔術と関係あったんでしょうかね。そうですね、黒美さんの儀式もありましたから。ところでデニングズさんの死因も読みました。転落では。詳しくお話ししましょう。でも神父さん、お願いです。内密にね。奇妙な話ですが、階段の下の M ストリートで発見されたデニングズさんの死体は頭が完全にねじれてたんです。後ろを向いてました。落ちた衝撃ですか。それもありえます。確かにありえますが。考えにくい。その通りです。一方では悪魔的な殺人事件が起こり、もう一方では黒ミサの儀式で教会が冒涜されました。同じ犯人の仕業と思ってるんですか。多分犯人は異常な心理状態で教会に対して怒りを感じ、無意識に反抗してる。狂った聖職者と。考えたくないのは分かりますが、お願いです。教えてください。このキャンパスの中で聖職者のカウンセラーをしてるあなたは、誰が異常で誰が正常かご存知だ。あんな犯行ができる人物です。それに当てはまる人物はいません。ああ、医者の守秘義務として言えないわけですね。ええ、知ってても言いません。くだらんことで面倒をかけたくありませんが、自由な空気のカリフォルニアでも医者が情報を提供せず刑務所に入れられたとか。脅迫ですか。ああ、ちょっと言ってみただけですよ。
私は神父で告白の秘密は絶対です。裁判官にもそう言いますよ。